最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭は新興ラブリー。あと 200m、 一気に後続がやってきた。イージーシスティーナ頑張れるか。新興ラブリー先頭、2番手はフローレスリー。新興ラブリー1着、2着にはどうやらフローレスリー。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。新興ラブリー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはブルーミングスピリッツ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はタトゥース。先頭を捉えるか。あと 200m、 ブルーミングスピリッツ先頭だ。残り 100m、 タトゥース抜けた。ドラムタップス、タトゥース追いすがります。ドラムタップス1着、2着にはどうやらタトゥース。立ったのはドラムタップス。見事な勝利です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポルト飛び出したのはリホノブルボン、ダリアズドリーマー。この馬も好スタートを切りました。やはり予想通り花に立ったのはリホノブルボン、続いてダリアズドリーマー、さらにはクイーンカール、6番マーケットブースター、その後ろエンバイロンメントフレンド、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。先頭はリホノブルボン、歓喜の逃げに持ち込めるでしょうか。すぐ後ろにアルターズアリーナ、その外からシャープカット、並んで10番クイーンカール、サンライトジャッジ、そのうちに続いています。その隣にダリアズドリーマー、その横にパールアイディア、シークレットコーラル、この馬もこのグループ、アロマオリンピア、そのうちに続いています。並んで3番ハイエレン、マーケットブースター、この馬もこのグループ、すぐ隣にパーソナルエキスプレス。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から。先頭は依然としてリホノブルボン、アルターズアリーナ、ほとんど差がありません。クイーンカール3番手、さあリホノブルボン逃げ切れるか。後続集団も追い上げにかかります。リホノブルボン先頭、2馬身から3馬身のリード。2番手はダリアズドリーマー、ダリアズドリーマー必死に追います。この差は果たして縮まるか。あと 200m、 リホノブルボン先頭だ。リホノブルボン力強い伸び足、後続はまだ後方です。2番手はダリアズドリーマー、ミホノブルボン独走、ミホノブルボンぶっちぎりです。ミホノブルボン1着、2着は微妙です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ミホノブルボン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。
大きな出遅れはありませんでした。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。グリーンユニーク前に行きそうです。ボーンカットそれに続いています。さらにはニューフルーツ、5番サリーヌオート、その後ろ。それでは先頭から、先頭は西のフラワー、短期の逃げに持ち込めるか。それでは先頭から、先頭は西のフラワー、短期の逃げに持ち込めるか。その外からニューフルーツ、その後ろにグリーンユニーク、その外からサイレントオフ、青の帽子サリーノート、その後ろ。すぐ隣にキャッシュランサー、すぐ後ろにボーンカット、フリーサーベル、そのうちに続いています。その隣にアイシーウィナー、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はまだ4番西のフラワー、ニューフルーツ、ほとんど差がありません。バーリン3番手、さあ西のフラワーこのまま逃げ切れるでしょうか。西のフラワー先頭、2馬身から3馬身のリード。2番手はバーリング、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。やはり西のフラワー先頭だ。残り 200m、 西のフラワー先頭だ。残り 100m、 西のフラワー差を広げる。2番手はバーリング、西のフラワー今ゴールイン、段違いの強さです。西のフラワー1着、2着はバーリング、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。西のフラワーまさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。先頭変わって竹のベルベット、先頭。2番手はフォロウェルズ、竹のベルベット、先頭だ。竹のベルベットゴールイン、竹のベルベット1着、2着はベジロメーカー、見事に勝ちました。竹のベルベット、フォロウェルズ敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。Thank you.